うん、次に櫻井秀君。立憲民主党の櫻井秀です。本日も質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。時間も限られておりますので、早速質問に入らせていただきます。11月2日に、岸田総理、総合経済対策を発表されたということで、いろいろ記者会見もされておりました。その中で、発言でございますが、賃金上昇が物価高に追いついていない現状においては、デフレに後戻りしないための一時的な措置として、国民の可処分所得を下支えする、現下の最優先はデフレから脱却し、経済を成長経路に乗せる、このような発言をされています。一方で、国民は物価高で大変だと、こういうお話もあるわけでございます。本日、資料でお付けしておりますところ、資料1には、経済対策期待 37% 止まり、これ、日本経済新聞の記事でございますし、また日本経済新聞の社説にも、この経済対策では将来不安が増すだけだと、このようにかなり厳しい評価になっております。で、厳しい評価になっている理由、たくさんあろうかと思いますが、一つは、この一体今回、この経済、総合経済対策、物価高対策なのか、デフレ対策なのか、よく分からない、どっちなんだ、こういうこともあろうかと思います。で、私もよく分かりません、これ、どっちなんでしょうか、大臣、お答えお願いします。鈴木財務大臣。端的に申し上げますと、物価高騰対策と、それからデフレ、脱却、この2つを狙っている対策であると、ご理解いただければと思います。でまず経済対策、今回の経済対策でありますが、春闘におきまして、この30年ぶり 3.58、高い水準の賃上げがなされました、また旺盛な設備投資、それから他にも株価もですね、上昇したという、明るい兆しが見えておりまして、30年代続いたデフレから脱却する絶好のチャンスが巡ってきたと思っております。こうした前向きな動きをしっかりと維持拡大していくために、足元の物価高から国民の暮らしを守るとともに、賃上げや国内投資の動きを後押ししていく、さまざまな施策を盛り込んでいるところであります。具体的に申し上げますと、両方ということ。櫻井秀君。はい、両方ということなんですが、これ、インフレ対策とデフレ対策、これ、全く逆の話ですね、これ、同時にやっちゃったら、なんか効果が相殺されて、何をやってないのと同じと、で、結果、財政出動だけで赤字だけ、借金だけが残るっていう、誠になんか愚かな結果になるのではないのか、こういう心配をしているわけなんです。今日は日本銀行総裁、それからあと、いい傾向が出てると大臣おっしゃいましたけれども、もう今年に入ってあれですよ、実質賃金マイナス 2% とか、それぐらいがずっとこう続いて、2% 以上のマイナスが続いてるわけですよ、これ、全然いい傾向じゃないと思うんですね。かつての、デフレが問題だと言ってた頃は、実質賃金が、そうは言ったって、0% のあたりで、マイナス、これほど深くマイナスになることはなかったんですよ。だからこれだけ国民生活厳しく、ますます厳しくなってるっていうことですから、全然いいことじゃないと私は思います。で、今日日本銀行の、上田総裁にも来ていただいております。まずちょっとこの財政出動が消費者物価に与える影響について、これ、一般論としてお尋ねをいたします。これ、財政出動、消費者物価にどのような影響を与えるでしょうか。上田日本銀行総裁。お答えいたします。一般論としてということでございますが、物価への影響は財政政策の内容によって少しずつ異なってくるかと思います。エネルギー関係の補助金のような負担緩和策は、それが実施されている間、言うまでもなく、消費者物価上昇率を抑制するという、影響をもたらします。これに対しまして、総需要に働きかけるいろいろな施策、これはもちろん、景気を刺激して、需要、財サービスに対する需要、あるいは雇用を増加させる効果を持ちますので、これが続けば物価や賃金の上昇につながるという効果もあるかと思います。櫻井秀君。
はい、まあ、今、まあ、総裁おっしゃられた通り、まあ、物価を直接抑えるようなエネルギー補助金のようなもの、これは確かに、その時はやっているその瞬間は、引き下げ効果あるんでしょうけど、まあ、それ以外のものについては一般的には、消費者物価を、引き上げる効果があるという ご答弁でした。で、実際本日お付けしております資料3にも、これは、平成30年3月2日の、予算委員会の資料でございますけれども、この時には当時、安倍総理は財政出動も行う中で、人々のインフレ期待を起こさなければならない、このように、答弁発言しているわけでございまして、まあ、財政出動が、まあ、インフレを引き起こすと、こういうことだと思います。そこで、次に、今日は内閣府の副大臣として伊林先生にも来ていただいておりますので、ちょっと質問させていただきます。先週ですね、10月31日の参議院予算委員会で、まあ、蓮舫議員が質問しておりまして、それに対する岸田総理の答弁ということで、今年7月時点で内閣府、年号試算を行ったところ、来年度中には名目賃金の伸びが消費者物価の伸びに追いつくと、こういう、発言をしており、答弁をしております。で、また同じような発言は、11月2日の、総合経済対策を発表したときの記者会見でも、発言をされております。そこで資料の5と6をご覧いただきたいんですが、これは内閣府年号試算でございます。資料5の方が物価について、資料6の方に賃金のことについても書いてございます。で、一方ですね、日銀の展望レポート、10月に発表されました。この時に7月号の展望レポートで、来年の消費者物価の伸びについて 1.9% だったのが、10月には 2.8% に大幅上方修正されております。これ、内閣府のこの年押し算のポイントを見ましても、これ、日銀の消費者物価の伸びを、に基づけばですね、来年度も賃金の伸びは消費者物価の伸びに追いつかないのではないのかなと、こういうふうに見えるんですが、そうすると岸田総理の発言は、これちょっと整合しないと思うんですけれども、いかがでしょうか。日林内閣府副大臣。お答え申し上げます。まず総理がおっしゃられたのは、今年7月時点で内閣府年用試算を行ったところ、来年度中には名目賃金の伸びが消費者物価の伸びに追いつく、まあ、こういった試算もあるということでございます。また民間エコノミストの見方、実質賃金がプラスに転じるというのは、2024年度ないし2025年度という見方が多い、まあ、こういったさまざまな評価があるということと承知をしてございます。で、ただ一方で、委員ご指摘のとおり、10月31日に発表されました日本銀行の政策委員による2024年度の物価見通しの中央値は、4月以前のプラス 1.9 からプラス 2.8 に上方修正されたことは承知をしております。しかしながら、賃金と物価の関係は双方向でございまして、物価が上がるから賃金が上がる面と、賃金が上がるから物価が上がる面の両面があるというふうに存じております。まあ、どちらか一方を取り出して確たるいうことは困難だというふうに承知しております。まあ、政府といたしましては、30年ぶりの賃上げというまたとないチャンスを生かして、今年から来年、さらにそれ以降に向けてしっかりとしたこの賃上げの流れをつなげ、また中小企業や地方にも広がるこういう環境整備を全力を挙げ、まあ、こうしてできるだけ早期に賃金上昇が物価に追いつく姿を目指してまいりたいと考えております。櫻井秀君。はい、まあ、日銀の展望レポート、これが、まあ、政府および政府関係の機関が出しているものとしては最新のものだと思いますので、でそれが、まあ、約 1% 消費者物価上がると上方修正しているわけですから、やはりそれを見ると、で賃金がそこまで、じゃあそれにつられて上がるのかというと、まあ、そこはちょっと定かでもない、やっぱり来年も厳しいのではないのかなというふうに見るのが素直な見方ではなかろうかというふうにも思います。でこうしたまあ物価の見通しについて、まあ、日本銀行もこれまで、まあ、政府もそうですけれども、外し続けてきているということについては、例えば資料7、で、これ、品議員が行政、衆議院の決算行政監視委員会の分科会で、上田総裁に質問して、まあ、価格転嫁はまだまだ進んでいくんじゃないのかと。
物価上昇率は今後も 2% を上回る状態が続く可能性が高いというふうに指摘をしていたにもかかわらず、植田総裁はそろそろピークを迎えるというふうに答弁をされているわけなんですね。こうやってこう外し続けているわけです。ですから、まあ、こうした見通し甘いんじゃないのかなと。消費者物価、昨年 3% ぐらい上がってますけれども、企業物価は 10% ぐらい上がってるわけですよ。ということは、企業物価 10% 上がって、消費者物価 3% ですから、差分の 7%、これはまだ価格転嫁できずに積み残していると、でこの部分、ずっと企業がかぶり続けるわけにいかないですから、これがまた今年もじわじわ出てきているというのが、昨今の、物価上昇の状況ではなかろうか、こういうふうにも考えるわけです。でこうしたまあ日本銀行が物価の予想を外しまくっているという姿については、品議員も先ほど、提出されておりましたけど、私も重ねて、資料8として見せており提示しております、これを見ると、日本銀行、過去10年間、ことごとく物価予想を外しているということで、10回中10回とも外すって、なかなかの確率だと思うんですね。いい加減に適当にやってたら半分は当たるはずなんで、確実に外すっていうのはすごい、ある意味すごいことだと思います。で、そこでちょっと総裁にお伺いをしますけれども、これ、今回の展望レポート10月号は、この11月2日に発表された総合経済対策の効果を盛り込んでいるんでしょうか。先ほど財政出動は一般論として、物価を引き上げる効果があるというふうにおっしゃられておりましたけれども、その効果は盛り込んでいるのかどうか、お答えいただければと思います。植田日本銀行総裁。お答えします、エネルギー関係の補助金が来年の春ごろまで延長されることになったという点は織り込んでございます。その他の最近発表されました施策については、10月に発表しました見通しにはまだ織り込んでいませんので、次の見通しである1月の見通しの際に精査して取り込みたいというふうに考えております。委員長、櫻井中君。ということをすると、今の話ですと、総合経済対策の中の物価を押し下げる効果については織り込んでますと。で物価を押し上げる効果については織り込んでませんということなんで、1月号ではまた上振れする可能性がある、このように受け止めさせていただきました。で、あと、財務大臣にもお伺いいたしますが、岸田総理はこの11月2日の記者会見で、来年度、これは賃金が物価に追いつく上で、デフレ脱却ができるかどうかということにおいて、これは正念場であると認識しています。ここに的を絞って、デフレに後戻りさせないための一時的な措置として、所得税、住民税の定額減税を行うことを考えましたと。賃金が物価に追いつかなければ、これ、またこういう政策をやるということなんでしょうか。という話からすると、先ほど指摘させていただきましたけど、物価はまだまだ政府予想、それから日本銀行の予想、今出しているものよりさらに上振れする可能性あるわけなんですけれども、そうすると賃金上昇追いつかないと、そうすると一時的な措置、1回で済まなくなってくるんではなかろうかというふうにも考えるんですが、大臣、いかが見通しされてますでしょうか。鈴木財務大臣。我々としてはですね、構造的な賃上げということ、これを目指しております。今年は30年ぶりに春闘において、3.58% 上げることができました。この流れをさらに強化して、来春もの春闘においてもですね、さらに継続した賃上げということを目指してまいります。これはまだ実現はしておりませんけれども、一つの大きな目標としてですね、それに向かって賃上げ税制のさらなる強化でありますとか、賃上げを行うこの中小企業に対する支援でありますとか、そういうようなこともしながらそれを目指してまいります。で、そうしたものが実現をされるであろうということを前提に考えますと、ちょうど来春の6月頃がですね、こうした実質賃金がプラスに転じるかどうかという、一つのタイミングなんだと思います。で、そこに合わせて、今回、減税ということでですね、
対応するということに、このタイミング的に言えばですね、したわけでございます。従いまして、まあ賃上げというのはまだ実現されておりませんけれども、それに向かって最大限努力をして、それを実現したいというそういう思いの中で、今回は複数年にわたってこの減税を行うということは考えて想定していないと、こういうふうに思います。櫻井秀君。はい、まあ、今、いろいろご答弁、ご説明いただきました、来年の見通しについてご説明いただきました、まあ、来年の6月に一体どうなっているのか、私はその見方、甘いんじゃないのかなと思いますので、そのことは指摘をさせていただきます、まあ、どっちの見通しが当たるかということを来年見たいと思います。で、まあ、春闘とおっしゃいますけれども、春闘できるのは、労働組合があるところなんですよね。労働組合 がなかったり、ないしはあってもあんまり活発に活動できていないような、そういった会社、まあ、小さなサイズの会社に多いわけなんですけれども、そういったところは全然賃上げできていないわけですよ。でさらに言えば、輸出企業は円安で、まあ、ある種濡れ手に泡のような利益で、まあ、大幅増益ということで、だからその分は輸出企業はできるかもしれないけれども、しかし輸出企業に部品を納めている会社はそこまで恩恵が来ているかというとそうでもないですし、ないしは輸入企業ですね、海外から輸入して、で国内で商売をしているような会社は全くこの逆で、円安によって大変な苦労をしているわけなんです。そういったことを考えると、まあ、悪い円安によってむしろ賃金上昇というのはこれから厳しくなるのではなかろうか、そういうふうにも思いますので、指摘をさせていただきます。それから次に、日本銀行の総裁に改めてお尋ねをいたしますが、この10月31日の総裁の記者会見で、イールドカーブコントロールの下で、練り強く金融緩和を継続することで、経済活動を支え、賃金が上昇しやすい環境を整えていく方針です、このようにお話しされています。でこれ、すなわち金融緩和と賃金上昇との間に相関関係があると。これが前提となってのお話のように聞こえるわけなんです。これ、政策金利と実質賃金の上昇率に相関関係はあるんでしょうか。金利が低いときには賃金上昇率が大きい、そういう関係があるのかどうか、お答えください。はい。上田総裁。はい。お答えいたします。一般論としまして、金融緩和政策は、名目の金利をまず引き下げ、それが実質金利の引き下げを伴いますと、財サービスに対する総需要、あるいは雇用を刺激して、労働需給の引き締まりを通じて、賃金の上昇に寄与するというふうに考えられます。ただ、過去のデータを見た場合に、例えば金利の水準と、実質賃金に相関があるかどうかということになりますと、労働需給にはさまざまな他の要因も作用いたしますので、単純に両者の間に決まった関係が見られるという統計的な証拠は必ずしもないのではないかというふうに見ております。櫻井秀君。今、総裁にご答弁いただいたとおり、資料9、ご覧いただきますと、日本の、まあ、短期金利の政策金利の推移ですね、それと、実質賃金の指数、これ対比しますと、まあ、実質賃金は上がったり下がったりして、まあ、しかも、1% からマイナス 1%、まあ、悪いときにはマイナス 2% になっておりますけれども、この範囲で動いておって、必ずしも、政策金利と相関関係があるようには見えないということでございます。でこれは総裁おっしゃられたとおりです。理屈としては波及効果があるかもしれない、期待はするんですけれども、実際はそういうエビデンスはないということですから、そうすると、10月31日に植田総裁がおっしゃられた、その賃金が上昇しやすい環境を整えていくっていうことにはならないんじゃないのかなと思うわけなんですね。でこの賃金が上がらないから金融緩和を続けるんですってずっとおっしゃってるんですけれども、金融緩和を続けたからといって、賃金が上がるとは限らない、むしろ悪い円安によって、それこそまあ輸出企業以外の多くの産業において、賃金が上がらず、大変苦しい状況になってしまって、国内消費が冷え込んでる、
ということで、かえってマイナスになるんじゃないのかな、こういうふうにも考えるわけです。でこれ賃金のことについて総裁に重ねて質問させていただきます。10月31日の記者会見では賃金という言葉25回使われているんですね。で、岸田総理も賃上げ賃金上昇ということを繰り返し言われております。ところが毎月勤労統計の実質賃金の上昇率を見ますと、直近9月はマイナス 2.4%、 昨年4月から18か月連続でマイナスという状況です。これも一般論として総裁にお尋ねしますが、実質賃金を上げるにはどのような政策を実施すればよろしいでしょうか。そしてそれらの政策のうち、日本銀行が取り得るできること できないこといろいろあると思うんですけど、できることはどれでしょうか。上田日本銀行総裁。実質賃金でございますが、長い目で見ますとやはり、労働生産性の伸びが非常に大きな決定要因であるということだと思います。したがいまして、長い目で実質賃金が上昇していくためには、イノベーションを含むさまざまな技術進歩で労働生産性が高まるということが重要だと思います。金融政策はということになりますと、先ほど申し上げましたように、金融緩和政策でやはり実質金利を低に向上させることにつながるというお話でございました。先ほど末松議員からもインボイス制度の話ございましたけど、インボイス制度、これ事務は煩雑になるけれども、これで利益売上が伸びるわけでは全くありませんので、むしろ売上減るかもしれないという話なんで、これ労働生産性下げてますよ。これじゃあ賃金上がるどころの話じゃなくなると思うんですよね。だからもうインボイス制度やめましょうということをまずご提案させていただきます。でその上でちょっと総裁に重ねて質問なんですが、国家になっちゃったりしているところもあるんですよね。これなんでこんなことになるんでしょうか。上田日本銀行総裁。労働生産性と実質賃金両者の関係の間には、労働生産性以外の労働需要供給に影響を与えますさまざまな要因が入ってきて、その関係を乱すということがあるかと思います。例えば90年代初めにかけて、企業が、良い景気が人手不足の下で長く続くだろうというふうに思って人をたくさん雇ってしまった。その後にバブルの崩壊が来て、人手が余ってしまった。その調整が、賃金の低下という意味で長引いてしまった。あるいはその後、パートタイマーの比率が上がってきた。いろいろな要因が間に入って両者の関係が乱されるということがあるかと思いますし、この労働生産性のデータと実質賃金のデータについても、その時間あたりのものなのか一人当たりのものなのか含めてもうちょっと検討させていただけたらと思います。櫻井翔君。短期的にはそのいろんな景気の変動の調整とかあろうかと思いますけど、これ30年で見てますからね。これやっぱりちょっと日本の、でしかも先ほど総裁おっしゃられた通り、労働生産性が向上すれば賃金上がるというのは、多分この
20世紀の日本はそうだったと思いますし、バブル崩壊以前の日本はそうだったし、少なくとも1997年頃までは、その相関の強さはあるにしても、そういう傾向はあったんでしょうけれども、それ以降はそうじゃなくなってしまっているということ。で、世界的に見ても、日本以外の国ではおっしゃられた通りの関係があると思うんですけど、今世紀の日本だけこんなずれちゃってるわけなんですよね。やっぱここになんでこんな問題があるのかということをちゃんと分析しなきゃいけないと思います。私は一番今世紀の日本が独特なのは、派遣労働制度が非常に大きく広くなっちゃったというところがあろうかと思います。こういった雇用の不安定化がこうした労働生産性が上がっても賃金が上昇しない原因の一つなのではないのかな、その他にもいろいろありますけれども、そういった日本の間違った政策が原因なのではないのかなというふうに考えておりますので、この点はまた別の場で議論させていただきたいと思います。で、結局のところですね、金融緩和を続けても賃金が上がる保証はないわけです。この10年間、そうやってやってきましたけど、賃金上がらなかった。黒田総裁は2年で 2% おっしゃられましたけども、できなかった。で、9年経ってようやく物価上がったと思ったら、これは海外要因だったということで、これ、2年で 2% という期限、守らなかったわけですよね。守れなかったわけですよ。全然ちょっと違う話を引き合いに出しますけど、小説の走れメロス、これは3日間という約束をちゃんと守ったから感動的な話になったわけですよね。これ 2% 2年以内って言っても、2年どころか待てど暮らせどは来なかったということですの で、しかもその間こうやって悪い円安を引き起こし財政出動してしまっているということで、これ財政出動が物価高を助長する、そしてというようなことを続けていれば、さらにまた来年物価高対策で財政出動ということにもなるかもしれない。で、財政が悪化することによって通貨に信用を損なわれるというようなことで、悪いサイクルがどんどん続いてしまうのではないのかな、こういうふうに心配するわけです。で、今日資料の12にお付けしました。今からちょうど50年前、大蔵大臣の所信がこの大蔵委員会、衆議院大蔵委員会でございました。この時の当時の大蔵大臣、福田赳夫大蔵大臣ですけれども、昭和48年度補正予算は、節度ある財政運営に徹することを基本として編成しましたと、金融面におきましても、引き締め基調を堅持すると、こういうふうに言われているわけなんです。ちょうど50年前、この狂乱物価と言われた時代でした。福田赳夫大蔵大臣は、田中角栄内閣の看板政策、日本列島改造論、これを棚上げにして、財政出動を抑制して、物価高を抑えようとしたわけです。で、これ、国民に非常に不人気でしたし、福田赳夫大蔵大臣は、貧乏神というふうにも言われたりしました。それでも経済合理性のある政策を実施する、それが国家財政を預かる財務大臣の職責だというふうに考えますが、最後に財務大臣、この福田、50年前の福田赳夫大蔵大臣、この姿勢、どのようにお感じになりますか。鈴木財務大臣、申し合わせの時間が経過しておりますので、答弁を簡潔にお願いします。当時、狂乱物価という中で、ですね、総需要抑制政策というのを思い切って取られた、いわば舵を大きく切ったんだと思います。そういう意味におきましては、福田大蔵大臣の大きな考えの中で行われたことであると思います。全体的な話になりますが、この時に比べますと、日本の財政状況というのは、もう厳しさをさらに増しているわけでありまして、財政健全化という観点もしっかり踏まえながら、これから来年度の予算編成も始まりますので、しっかり対応しなければいけないと思っております。櫻井秀君、はい、経済状況とかは全然違いますので、一概には言えないですが、ただ、増税メガネと言われて、で減税に走ったりというような姿勢ではなくて、やはり貧乏神と言われても、ちゃんとやるべきことをやる、これが政治の役割だということを最後に申し上げて終わります。ありがとうございました。櫻井秀君の質疑は終了いたしました。